日本生産技能労務協会は1989年に創設された日本の製造業請負い事業者の業界団体。当初日本校内請負い協議会として発足し、1994年に日本校内請負い協会に、改称。2000年に社団法人日本生産技能労務協会として、設立、2012年に一般社団法人に移行した。技能協、 やらとも呼ばれる。平成24年には、参助会員含めて会員数116社。2007年からの厚生労働省の請負い事業適正確保要管理改善推進事業を受託し、第三者、機関製造請負い事業改善推進協議会の事務局として、製造請負い有料適正事業者認定制度を運営している。 事務所、東京都港区新橋4丁目5番1号バ番、新橋ビル9階に置く。会長、代表理事は、非、総合参社長の清水隆一。平成22年度特例民法法人に関する、年次報告によれば、役員23名中2名、職員10名中1名が、国家公務員出身者だった。政治団体新動道,道研究会と連動しており、 平成21年度には民主党、自由民主党、公明党の委員会等へ理事を参加させた。AB 第6回今後の労働者派遣制度のあり方に関する研究会資料 abchttp://www.js-gino.org/.jsla/.profil.html ハット ABC 浜口慶一郎労働市場における格差拡大の現状と課題日韓比較第15回日韓ワークショップ報告書平成27年12月10日一般社団法人日本生産技能労務協会 製造請け負い事業改善推進協議会 http コロンスラッシュスラッシュ www.js-gino.org スラッシュ jsla スラッシュディレクター .html 平成22年度特例民放法,法人に関する年次報告のデータのダウンロードページ国家公務員出身者在籍状況社団法人日本生産技能労務協会平成21年度事業 報告、ありがとうございます。